視聴者の皆さんに、はい、さらなるもう一つ、もう一つアプローチ。おーで、おーおー、なんかいい当たりしたとかうまいかなって思っても割とオーバーしてて、アプローチが、オーバーのミスが多い。そう、オーバーのミスが多くて、キャリーでピン横とか、まあ、ピンちょっと手前に落ちてても結局ランして、まあ、5ヤードとか、うんうん、それくらいオーバーしちゃってて、うん、それが直らない。なるほど。だからランの転がりの計算ができないですよね。そうそう、ランの転がりの計算を皆さんどうやってやってるんだろうなって思ってます。うん、教えてほしいです。アプローチのランのその距離感ですね、距離感についてお答えお願いします。お願いします。ナナエちゃんのバンカーショット撮れてなかったんで、これを見て皆さんコメントください。いいよ。はい、じゃあ一か八かのいつもやっている緊張、緊張のバンカー。わー、やばい、撮ってOK! OK! OK! 残り3ホールです。はい、ドライバーが触れません。ドライバーが触れません。そうですね、ドライバーを振るとラフまたはバンカーに行ってしまう可能性があるんで、はい、こんな感じになってます。よし、お、疲れだね。ダフった、疲れ疲れ、どんまい。嘘でしょ、もうこれ疲れてきたね、足がだんだん。やばすぎ。お、右に行っちゃったけど、大丈夫、なんか木の音が。大丈夫大丈夫、全然問題ない。木も大丈夫。やばい、触れてない。やばい急に。うん、大丈夫。あ、石に当たってカウントがやめてんだ。あ、いいとこ。ただ短い。なんかもっと打ってよかった。もっとだね。おお、力強いよ、いい感じ。おお、バンカーか。石の向こうはこんな風に池になってます。で、右はバンカーがボコボコです。さきちゃんはこの一つのバンカーに捕まりましたので、今から打ちます。おー、顎が高い。これ捕まったら大変だわ。お、うまく打った。後ろに止まれ、止まった、止まった、うん、ナイス。よくこのループに。ナイスアウト。さあ、ナナエちゃんです。うまい、ナイス、ナイスだよ。早い、キャーだね。早い。てか後半グリーンむずい。最後の最後にチューリップバンカーのショートが全部池だった。三段グリーンのチューリップバンカ ー、 すごい。大きいとチューリップバンカー入るし、いや、そうだね、短いとパターがね。いや、パターやばいね。いや、大きい方がいいな。そうだね、チューリップショット、チューリップショット。おー、いいんじゃない、どう。わー、完璧、やったー、すごいぞ。完璧なの出ました。そうだね、後半に来てぐらいでいいかも。ナイスだよ。ちょっと右だ、もっとこっち。まあまあ、でもでも、もうだいぶ、あ、でもいい、あ、まあ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 、大きなミスには繋がってないね。ちょっと巻いてるけど、上まで行って、上まで行っ
てくれ。うわあ、やめて、そこで止まってて。2段目か。これはいいよ、早い、止まる、大丈夫。さあ、ナナエちゃんのバーディートライです。あ、ちょっと強気に来ました。抜けた、強気に抜けたよ。おー、まあでもバーディーパットからのボギーはよくあるよ。しょうがない。最後はですね、前にね、徳崎ちゃんにね、出演してもらった時に、たくさんの視聴者の方から質問が来てたので、ちょっと軽く答えてもらっていいですか。はい。ナトカリさん。ナトカリさん。二人とも、まあ、これさやちゃん出てる時なんですけど、二人とも鍛えてるね、足の筋肉のつき方が素晴らしい。徳崎ちゃん鍛えてる、陸上もずっと陸上、10年間陸上で、学生時代で、大学キックボクシングやってたのがあるかもしれない。キックボクシング、それは足の筋肉のつき方が素晴らしいっていう、はい、もう一つ、ジャムさん、徳崎さんのフェアウェイウッドコントロールショットは本当に羨ましいです、すごく苦手で、いつもコントロールは6番アイアンからサンドウェッジのペアに任せております。フェアウェイウッドのコントロールショットはどういうのを意識してやってますか。はハーフスイングにして、何割の力で打ったら何ヤード飛ぶかなっていうのをなんとなく計算して、まあ、前のクラブは特にそれで計算して打ってました。なるほど。80ヤードで7番ウッド使ったらどれくらい振り上げればいいかなみたいなとかやってました。今もやってないです。今もやってない。ナナちゃんはコントロールとかする？あんまりしないかな。一番手ぐらいかな、コントロールするとき、やっても。ちょっと自信ないときに、まあ今もね、ちょっと自信ないからこっちで行こうみたいな。あれはでもコントロールなのかな。でも振ってたよね、しっかりね。しっかり振ってる毎回。すごい。しっかり振ってる。緩む感じとかはないもんね。はい、皆さん。以上で最終ホールになりますが、どうですか意気込み。いやもう難しい。でも最後パーで上がりたいです。そうだね。パーを取るのがなかなか難しいね。そうね。まあでもまたリベンジにね。リベンジしたい。来たいコースですね、ここは。ただまあ全部すごかったね。全部すごかった。なんか体力が奪われて、毎回驚かされた。2ラウンドぐらいしたぐらい、もうぐったりだよね。よし、では最後みんなでパーを取って帰りましょう。はい。最終ホールです。なんかもうコースガイド見なくなったね。確かになんかもう気合いみたいな。ちょっと右だけど広いよ。うん、ナイス、ナイスナイス。距離ないからさ。そっか、短いのか。高い木の方向がね、いいと思うよ。駆け上がる。うん。オッケーオッケー。どこ行ったんじゃない？なんだこの木か。全然。でもいいとこ。うちらの間。ないっしょ。油断してたら最後も何かあると思います。絶対あると思う。もう疲れ切ってコースガイド見て。コースガイド見られればいいのにね。多分雨降ってきた。なんか天気雨。ほら。マジ？晴れてるのに雨降って。なんかでもでかい雲があるね。私の予想は池があると思う。やだ。池となんかグリーンがうねってんじゃないかと思うけど、セカンド予想だけど。あったー、池越えじゃん。ちょっとアイランドじゃん。いやー、さきちゃん、はい、一か八か行くらしい。さきちゃん入った。頑張れ。ああ、吸い込まれるな。ちょっとダフった。ちょっとダフった。
気持ちが難しい最終ホールねえ。あーあーやばい、やめて、入る。ああこのライむずいね。まさかの3人とも行け。3人とも行けです。3人とも向こうからだね。お、いいよ。うわ、早い。意外に早い。早いよ。出てます。カメラに映ってんのかなこれ。しかも二重に、あ、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、二重の虹が映ってる。すごい、見えますか。すごい綺麗、めっちゃ濃い。いいことがあるかもしれないぞ。そうですね、嬉しい。帰り気をつけて帰ろうね。では次回の動画楽しみにしてください。バイバイ。